3.3シグマトロピー転移の一例シグマトロピー転移は、パイ電子系に隣接する単結合が切断されると、同時にパイ電子系上で新しい単結合が生成する形式の転移反応である。単結合の生成と切断に伴って多重結合の移動も伴う。これらの結合の変化は、反応中間体を持たない一段階の反応で、感情の繊維状態を経て起こる。 すなわち、ベリカン状反応の一種である。シグマトロピー転移は切断される結合と生成する結合の相対的な位置関係で、しばしば分類される。切断される結合の両端にある原子を位置とし、そこから隣接するバイデン系に沿って、一番号を数え、新たに生成する結合の両端となる原子の一番号を決定する。そしてその二つの原子の一番号が、 それぞれ M、N であるとき、定位反応は M、N シグマトロピーテインと称される。例えば、アリルビニルエーテルの位全定位は切断される。結合はアリル炭素酸素炭結合であり、それぞれ酸の一番号を持つ炭素上で新しい炭結合が生成する。そのため、この反応は酸、酸シグマトロピーテインに分類される。また同じ M、 N シグマトロピー転移に属する反応であっても、気質などの違いにより別の人命反応として知られているものも多い。例えば同じ3、3シグマトロピー転移であるコープ転移と暗い全転移といった例が挙げられる。その他、人命反応の気質の一つの原子を別の原子に置き換えたものについては、人命反応に A 明明法による説答辞をつけて表すことがある。 例えば、アリルビニルアミンの3、3シグマトロピー定位は酸素を窒素に置き換えたもので、あるからアザクライゼン定位と呼ばれる。ビタミン D 合成においてもシグマトロピック反応が重要な役割を果たしている。プレビタミン D3 は1、7からシグマトロピック反応によりビタミン D3 に変化する。その後、ビタミン D3 は肝臓内においてビタミン D となる。 シグマトロピー転移は一選択性と立体特異性を持つ。例えば、1、3、ペンタジェーンにおいては5位の炭素水素結合が切断されて1位との炭素と水素の間で新たに結合が生成する、1、5シグマトロピー転移が進行することが知られている。しかし、3位との炭素と水素の間に結合が生成する、1、 3シグマトロピー転移は全く起こらない。また、1、5シグマトロピー転移の水素移動は、水素はパイ電子系の作る平面に対して必ず同じ側の面内で移動する。一方、1、7シグマトロピー転移での水素移動では、水素はパイ電子系の作る平面に対して、必ず反対側の面に移動する。このような位置選択性と、 立体特異性は、ウッドワードホフマン則によって解明された。ウッドワードホフマン則によれば、転移の間、分子中の各電子の属する軌道の対称性は保存されなければ、ならない。1、3シグマトロピー転移による水素移動においては、ラ系の単結合の2電子とパイ結合の2電子の、軽4電子が反応で移動している。 水素がパイ電子系の作る平面に対して同じ側で移動するような環状繊維状態を考えた場合、ラ系のパイ電子系の結合性軌道のうち、エネルギーの高い方に属する電子は生成系の反、結合性軌道に移行することになる。そのため、この点には対象近性であり起こらない。一方、水素がパイ電子系の作る平面に対して異なる側に、 移動するような感情の繊維状態は立体的な歪みが大きすぎて構築不可能である。そのため、1、3シグマトロピー定位による水素移動は起こらない。1、5シグマトロピー定位による水素移動では、ラ系の単結合の2電子と2つの倍結合の4電子の計6電子が反応で移動している。同様の軌道の解析を行うと、 水素が、スプラメン型で移動する場合に対象許容となり、アンタラメン型に移動する場合には対象禁制となる。一七シグマトロピーテインによる、水素移動では逆に水素が、スプラメン型で移動する場合に対象禁制となり、アンタラメン型に移動する場合には対象許容となる。1、N シグマトロピーテインによる、水素移動では 4R 電子が移動する場合は、アンタラメン型が、 4A プラス2電子が移動する場合には、スプラメン型が許容である。1N シグマトロ P 定位で、水素以外の原子が移動する場合には、少し事情が変化する。水素原子は S 軌道しか結合に使用できないが、それ以外の原子は P 軌道も結合に使用できるためである。この結果、さらに移動する原子が立体保持で転移するか、あるいは立体反転で転移するかで、 対象許容になるか対象金星になるかが影響される。移動する原子が立体保持の手2では水素の手2と同じ結果となる。しかし、移動する原子が立体反転の定位では逆の結果となる。例えばカルボカチオンなどでのある切り元の1、2手2はスプラメン型かつ立体保持で進行する。水素以外の1、3シグマトロピー手はスプラメン型。 立体反転で進行する。ただし、アンタラメン型の定位や立体反転型の定位はかなり稀である。M、N シグマトロピー点では切断される単結合の両側にあるそれぞれのパイ電子系にスプラメン型かアンタラメン型かの組み合わせができる。M、N シグマトロピー定位では 4R 電子が移動する場合は片方がスプラメン型でもう一方は アンタラメン型で反応する場合が対象許容である。4A プラスに電子が移動する場合には、両方ともスプラメン型で反応するか、両方ともアンタラメン型で反応する場合が対象許容である。アンタラメン型の転移が稀なのは同様である。IUPAC ゴールドブックシグマトラピックリアレンジメント。ありがとうございます。